週末映画情報シネマッケー、週末映画情報シネマキング第424回目スタートいたします。案内役は映画ネナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人ムービーステーションスーパーバイザーの川本明がお届けします。今回は5月24日金曜日、5月25日土曜日、合わせて10作品以上の新作映画を紹介します。まず最初に紹介するのは「ウマ娘プリティダービー新時代の扉」、こちらの表紙にもなっております。ウマ娘から紹介します。最初に紹介するのは「ウマ娘プリティダービー新時代の扉」。偉大な記録を残した競走馬を擬人化した馬娘を育成するゲームを中心に多ジャンル展開する馬娘プリティダービーシリーズのアニメ劇場版です。最強を目指してレースの世界に飛び込んだジャングルポケットが一生に一度しか走れないレースに挑みます。馬娘プリティダービー新時代の扉、5月24日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは帰ってきた危ないデカ、昭和平成令和3つの時代を超える最強のバディームービーが大復活です。タカ&ユージが探偵となって帰ってきます。舘ひろし、柴田恭兵、浅野敦子、中村徹、ベンガル、長谷部、かなえといったおなじみのメンバーに加え土屋太鳳、西野七瀬が参戦します。帰ってきた危ないデカ、5月24日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはデッドデッドデーモンズデデデデデストラクション交渉、ソラニンなど映画化作品も多数ある人気漫画家浅野いにおの漫画をもとにアニメ化した映画2部作の交渉です。ダブル主演の生田リラ・アノが声優を担当し、主題歌も生田リラ・フィート・アノ青春大歌をフューチャリングしています。デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション交渉、5月24日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは関心領域、イギリスの作家マーティン・エイミスの同名小説を原作にアンダーザスキン種の捕食のジョナサン・グレイザー監督が映画化しました。第96回アカデミー賞国際長編映画賞音響賞受賞、カンヌ国際映画祭グランプリ受賞、英国アカデミー賞3部門受賞の注目作です。関心領域、5月24日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはニューシネマ歌舞伎三人吉三、中村勘九郎、中村七之助、尾上松也といった歌舞伎の次世代を担う3人にジャンルを超えた個性豊かな俳優たちが集結した熱い舞台が映画館によみがえります。映像や音楽にこだわり抜いたかつてないシアトリカルムービーです。ニューシネマ歌舞伎三人吉三、5月24日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはミュージカル刀剣乱舞末広がり乱舞野外祭り特別スクリーン版、 2.5 次元舞台ミュージカル刀剣乱舞シリーズの8周年を記念して2023年9月に富士急ハイランドコニファーフォレストにて開催されたミュージカル刀剣乱舞末広がり乱舞野外祭りを映像収録してスクリーン上映します。ミュージカル刀剣乱舞末広がり乱舞野外祭り特別スクリーン版、5月24日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは劇場版おいしい給食ロードツーイカ飯、2019年に放送を開始した市原隼人主演のおいしい給食シリーズの劇場版第3弾です。給食命の中学教師 VS 給食マニアの生徒が今度は函館でイカ飯対決します。笑いも感動もうまそげもモリモリな空前絶後の給食スペクタルコメディです。劇場版おいしい給食ロード2イカ飯、5月24日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはクイーンロックモントリオール、イギリスのロックバンドクイーンの1981年モントリオールで行われたライブの模様をシネコンの音響システムでライブ映像を楽しむ企画です。クイーンロックモントリオール、5月24日金曜日より
109シネマズ名古屋他で公開です。続いて紹介するのは三日月と猫、第1回アンアン猫漫画大賞の大賞を受賞した魚住亜美による同名コミックを足立由美、浦島香菜、渡辺圭介の主演で実写映画化しました。熊本地震をきっかけに出会い意気投合した、年齢も境遇もバラバラな猫好き男女3人のおかしげな共同生活を描いてきます。三日月と猫、5月24日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのはウィークエンド、監督はアンドリー・ヘイ、キャストはトム・カレン、クリス・ニューほか、ゲイカップルの週末の行きずりの恋を描いたラブストーリーです。ウィークエンド、5月24日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのはバティモン5、望まれざる者、労働者階級の移民家族が多く暮らすパリ郊外エリアの一角、バティモン5を舞台に行政と住民たちの対立を描いた社会派ドラマです。バティモン5、望まれざる者、5月24日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのは母と私の3日間、韓国で国民の母と呼ばれて親しまれるキム・ヘスクとキョンジュ、ヒョンとユニのシン・ミナが母と娘を演じたファンタジードラマです。母と私の3日間、5月24日金曜日よりイオンシネマ名古屋茶屋にて公開です。続いて紹介するのは好きでも嫌いな天の弱、ペンギンハイウェイを手掛けたアニメスタジオスタジオコロリドによる長編第4作です。みんなに嫌われたくない少年と天真爛漫な鬼の少女の物語です。好きでも嫌いな天の弱、5月24日金曜日よりイオンシネマ名古屋茶屋他で公開です。続いて紹介するのは呪霊、群青のラダック、数年にわたってインド・ラダックを撮影してきた写真家佐藤隆二が現地を訪れ住民たちと再会する旅に密着した紀行ドキュメンタリーです。呪霊、群青のラダック、5月25日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはただ空高く舞え、実話をベースにインド初の格安航空会社を作ろうと奮闘する男たちを描き各賞を受賞したドラマです。ただ空高く舞え、5月25日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは香港の流れ者たち、香港でホームレスが強制退去させられたトンジャウホームレス荷物強制撤去事件をベースに移民問題や貧困層を蝕む薬物などの社会問題を浮き彫りにしたドラマです。香港の流れ者たち、5月25日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは This Magic Moment、 大阪を拠点に香港、中国、バルカン半島などで映画を制作し、どこにも属さずさまようシネマドリフター、映画流れ者を受賞する映画監督リム・カーワイが日本各地の多種多様なミニシアターの実情を記録したドキュメンタリー映画です。 This Magic Moment、 5月25日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはいずれあなたが知る話、走れ T 校バスケット部の古澤武史が監督、俳優監督の大山博史がプロデュース、キュースはチーズの夢を見るの俳優小原典子が脚本を手掛けたサスペンス映画です。いずれあなたが知る話、5月25日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはナンバー10、ボーグマンで2013年シッチェスカタロニア国際映画祭グランプリに輝いたオランダの奇才アレックス・ファン・バーメルダム監督作です。先日の監視系実験サスペンス映画です。ナンバー10、5月25日土曜より名古屋キネマノイにて公開です。いかがでしたでしょうか。今回もいろいろな作品を紹介してきました、5月も、あとちょっと残りわずかとなってきました、馬娘劇場も絶賛応援中です。ムービーアットシアター映画は大きなスクリーン、そして大音響で鑑賞するために映画の制作者サイドが作っております。皆さんもムービーステーション、そして C2 ウェブ版などで好みの映画を探して劇場で映画にしてみてください。それでは。
さよなら。